本日は妖精雑談散歩ボリューム40を超えて、松山駅の、西口から、南江戸の方に向かって歩いていきたいと思います。セブンイレブンでかいですね。西側の、踏切、特急列車とかよく、入れ替えとかで列車が来ないにもかかわらず、踏切が降りていたんですけれども、そちらの踏切もね、廃止になったということで、そちら側のね歩いていきたいと思います。これで駅前の通りね一本全区間歩き切ったということにしましょう。まあ、ここも道がまた変わってくるのでね、縦筋とかいろいろ取っていきたいと思います。まあ、ここなんかも環状線の方に抜ける道がね用意されていて、お、夕日が美しいですね。現在、松山駅の一番乗り場の方を映しております。元のね一番乗り場の方ですね。本当ここだけ切り取って人がいないところを見るとね、なかなか面白い風景ですけれども、西の通りもねここ通路できちゃってます。西側のその普段通らなかった方ですけれどもね、普段の道の方の1本上側には歩行者用と自転車用が現在通れるようになっています。発車ベルが鳴っています。今までは聞けなかった音ですね。使われなくなった信号機、一番乗り場の方のねところがね見えますね。この通り中野川通りからずっと歩いてこの南江戸のところまで歩けるようになりました。まあまだ今後ここの道はまだ化ける可能性は大ありなのでね。でこの木助の前に出る道ですけれども、ここもね踏切が廃止されました。こちら踏切の看板もともとなかったんで、そんなネタに、できるようなことはねさっきの竹原側と比べたらできないんですけれども、でも踏切のねあった跡は残っております。これがいつまであるのか。でそこもねまっすぐ抜けてそのまま富士の宮田町の方へとね抜けることができるようになるかと思われます。まあ今こうカーブになってますけれども、まあ国鉄時代から続いてきたこの踏切なしになったところですけれども、で、これが踏切の残骸、そして、あちら側が2、3番乗り場の信号機がありますね。ここも架線が張ってあり、で、こちら側ね、こちら側も、今人が向こう新の松山駅の方に向かって歩いているところです。なかなかこう感慨深いものがありますね。で、踏切の移行としてまだこの看板がね残っています。最近この踏切に閉じ込められる事故が多発していますと、まあ、前方に余裕がない時はとか書かれております。で食べ物市場もこれ何年前に一旦終わったっていう話ですけれども、で、まあ、木助の前まで出たらね終わりたいと思います。まあここ美味しかったんですけれどもね、食べ物市場とかってあんなんか線でありました。ちょっと音程をね忘れちゃいましたけれども、まあ合計8個のね踏切がなしになって松山駅の高架を迎えましたけれども、まあ今後その踏切を廃止して都市計画がどうなっていくのかね楽しみですね。ホテルチェックイン松山とかの方もねありますけれども、で、木助の方をね出たら終わります。この県道19号線ですね。
出たら終わりです。はい、ということでね、松山駅の西口から南江戸の踏切を出て駅隙まで歩いてきました。ご視聴ありがとうございました。